皆さんこんにちは、神田沙耶香です。今日はですね、とある友達と待ち合わせしてるんですよロケ初めてなんですけどね、人がちょっと多い感じなんでドキドキなんですけどね。表参道です。あるところに、スーパーかわいいところに今から行きますんで楽しみに。それではレッツゴー。足はまりそうになるんだよねここのお店すっごい可愛いなと思ってて、ここのお店か、これを曲がった先にある幸せのパンケーキに亮と行きたいもう叶わぬ夢かもしれんけど、覚えてるかな今年も誘ってみようかな。ここのカフェすっごいすっごい可愛いよね。外観が可愛い。なかなかお客様を映さないようにするのは難しいけど、可愛い。待ち合わせ早く着いたので、ネイルズインクでネイル見たいと思います。今日はトップコートが欲しいな。素敵。結局カラーの色も可愛すぎて選べませんでした。トップコートもこの間買ったの早い速乾だったので選べませんでした。ああ悲しい。もうちょっと進むと、私がたまに買わせていただく服屋さん、エピヌやってまいります。ここもね、すっごいね、フレンチっぽくて可愛いので見てみてください。パンも美味しいですこの間買って食べたら美味しかった美味しいものいっぱい。着きました。キューボット本店、そしてカフェなんですけど、ちょっと一足先に着いちゃったんでね、レポしたいと思うんですけど、なにこれ、可愛すぎない？ハロウィーンだって。装飾がすごいの。何これ、ワンダーランドじゃん、もうたまらんね。でいつものドアもあるし、馬もあるし、牛さんもいるし、でもかぼちゃがいるっていう。あ、あ、やってきた。やってきた。壁、まだ映してない、大丈夫大丈夫。はい、やっほー、赤みどりです。よろしくお願いします。今しかないのとかあるのかな、なんか。かけちゃう。ちょっと汗めちゃくちゃ痩せるけど、本当にこの方には私謝らなきゃいけないことがすごい待って許されいや本当に一生許されるか許されないかみたいなことがあって、後で謝罪する。一生許さないと心が本当にこういう風にガチャガチャ回ったりします。ありがとうございます。あ、おまけちゃんいる。あ、ありがとう。
フタヌーンティーみたいなやつかわいいね。でもその際はじゃあちょっと行くんだけど、説明すると私先週約束してたわけですよ、でそれを先週約束しててでみのちんとお茶するの自体がすごい久々だったんだよね、でそれでわ楽しみだなと思ったら私は1日間違ってすっごかしたの。人生初めて本当人をすっごかしたの、嘘私結構やってるから大丈夫ででも本当にお礼じゃないわ、だからお詫びにありがとうなんですけど、本当お納めください嬉しい、もうざっと帰ってあげて、もしよかったなんかいただいた全然いいのに、どこに置く、普通にね、ここでお茶をしてから仕事に行ったで、それでなんか可愛かったのが、ごめんって連絡したら許さないよって言われたもう許さないよもう許さないんだからますます泣きそうな感じ泣いてた、はい、どうしよっか、何だと思った、ね、でも、やってほしいことがある、何ごめんねってウィングしながら全然こっちに分かったどうしよう、みのちん本当に失敗してごめんねあなたで画面見よう、人を初めてすっぽかした初めてすっぽかした、あ、そうなんだね、全然平気だったよ、罪悪感で死にそうだったよ、本当にどうするどうしようか、どれならいけそう、結構さ、私甘さがダメで、いや、手伝うよ本当、でもこれすごい可愛いね、可愛い、このプレートになってるのかな、ちゃんプレートか、それはもうなんかこうクロワッサンサンドみたいになってくれたらちょっと良い、夜ご飯だね、夜ご飯だね、もしくはまあいつもの、でもせっかくだからだよね、せっかくだからこのほらサーヤの YouTube を彩る、別にいいよ、ね、途中食べちゃうしもうじゃーんって食べちゃうしもうはい、今日はでし でした何も話できないしじゃないですか、そうね、そうね、じゃあ、でも私夕飯食べちゃおうかな、夕飯食べちゃう、これにする、平気で、いいの、用意してたりしない、大丈夫、だからにしよう、すみません、このハッピーハロウィンアフタヌーンティーセット2つください、はいはい、こちらからお選びいただけます、お茶かな、そうだね、あ、私でもウーロンティーくださいある、ある、本当だ、ウーロン茶もいいね、さっぱり、でもスイートウィークエンドで、はい、アイスホットどちらでお願いしますか、ホットです、ホットです、はい、アイス飲みの方が良くなりますので、大丈夫です。ありがとうございました。じゃあ、お願いします。はい。それで、積もる話もありますんで、はい、一旦さようなら。今日、いろいろ美味しそうなの。美味しそう。美味しそう。あ、可愛い。ね。ずっと。これがさ、可愛いよね。あ、ちょっとどこ刺してるさよ。これかぼちゃ、そう、かぼちゃ、かわいい、ほんとだそんなことある、ある、かわいいよね、この色、かわいい、どう、みんなちん、私はもうね、この辺はペロリですよ、得意ですよ、甘いもの、でも意外とこの間ね、去年食べたら、あ、本当？そう、みのちんはね、あんまりね、すごいね、たくさんの甘い量はいらないんだよねそうなの、そうね、ロリータなんだけどね、よし、じゃあ食べよう、いただきます、またゆっくり食べます、バイバイはい、それで完食いたしました、いけたね、全然余裕でしたね、覚えてますか皆さん、ここにすごい黒
マサンサンドみたいなのがあって、上にスイーツすごい3種類くらいあったけど、行けたね。行けました。お疲れ様でした。お疲れ。見えないところも可愛い。お邪魔します。お邪魔します。あるよ、でもこういうの。ねえ、可愛い。今じゃないとないんだよ。そうなんだよ、限定ですよ。失礼します。こんにちは。お邪魔します。うわー、うわー、もう、満載だ。あ、ナイトメアブルークラスとか大好きなんだけど。ねえ、かわいい。かわいいね。今日食べたかぼちゃ。ちょっと違う。何目？ん？何目って言った今。かぼちゃ。あ、かぼちゃ。入る。洋服もかわいい。ここがアクセ。こんにちは。よろしくお願いします。私もね、今日は自分の親指の誕生日プレゼントに時計を買いたいんですけど、ありますか？どういうプルプルそれ？ずっと憧れ。あ、なるほどね。そう、可愛いんだからね。可愛いんだからね。はい。ブラウンもちょっとめっちゃいい。ベージュにしてんのもある。あ、そう。私はこれ黒を持っている。これは何が可愛いって文字盤がすごい大きいのが可愛いですね。失礼します。こっちだと思います。つけてみて。いきますよ。ただ9割がついてるやつだと真っ青に持った時より湿っぽい。ピンク。はい、ピンクです。ピンクはね、肌なじみがとても良いですね。明るいよね。うんすごい。つけてもやっぱり、なんだろう、肌白いのがですね。ね、わかる。で、うん、まあもう万能じゃないかと思われる。万能ですよ、これは。何のお洋服でもいけちゃうね。ね。これをね、ちょっとね、早めだけどね、ずっと欲しかったから、うん、さあ。かわいい。どっちがいいの？なんか溶けてる感はブラウンの方が強い。私はね、色味黒い服ばっかり着てるから2本つけてみる。つけてみよう。そして鏡を見に行く。そうだね。やだ、エリカワイだったら幸せじゃない。お待たせってさ、すごい時間気にする人。でも全然時間大丈夫だからさ。どっちだろう。どっちだろう。靴とかバッグとか茶色なことが多いから、うん、茶色も可愛いと思うけど、何が可愛いかってピンクゴールドなんだよ。そうだね、ピンクゴールドめっちゃ可愛いね。でもつけてる感じ、ピンクかな。ピンク？あ、本当？じゃあピンクにしよう。早い。早い。本当に？今の一言でいいのかな？大丈夫、大丈夫。多分だって、うん、この前にベルトが茶色の時計は、うん、あるの。あ、そっか、うん、なんかなんて言ったらいいんだろう、全世界に。そうね、そう、全世界にたくさんある。全世界に。このね、気づいちゃった。私のやつもさ、うん、ピンクゴールドだった。ほんとだ。でも印象がね、全然違うから。かわいい。文字盤はね、ピンクの方が目立つね。大丈夫です。迷っ
ってきた。治ってきた。でもミドチンがピンクじゃないって言ったから、ミドチンのせいでピンクです。責任は。うん。でも似合ってた。ピンク。わーい。よし。よしよし。誕生日プレゼント。じゃあ変わります。何か買うの？私はこちらの。こちらですよ。こちらをつけております。深澤先生と一緒にした人はこちらです。この鉢も可愛いんだよね。可愛いよね。試合アイテムがあるからキューポットはいいんだよ。可愛い。琥珀糖も可愛いね。うん。なんかさ、紅茶のも出てたよね。紅茶のやつ？うん、知らなかった。ね、こちらも。めっちゃ可愛いです。本当にカフェの紅茶そのまま茶葉を使って。あ、そうなんですか。私がチェックがさった。匂いもする。匂いもするんですか。じゃあちょっと会計するので切ります。生々しいので切ります。可愛い。あれでもどこにかかってたかも。そこにかかってた。チームお買い物したよ。ワンピース買ったよ。ものすごい可愛い。もうディズニー好きな人はひっくり返りそうなほど可愛い。ヴィランズもあるよ。はい、というわけでミドチンとキューボットカフェに来てみたよの動画でした。美味しかった。次の動画もまた見てください。見るみずちゃん見てみてくれてる。登録してる。またね、バイバイ。